オン中のバスリファの皆さんの、自分の名前は高橋と言いますよ。はじめまして、あれから1週間経ちましたね。1週間そのまま放置しまして、ここにこんな状態になってますけども、うわ、改造、19アンタレス、名機ですね。あの後どうなったのか、うわ、滑らかだな。この音、この塗装の部分見てください。めちゃくちゃかっこいいな。ほらほら、塗装がガチッとついてくれてる。ここは動くかな。あ、問題なく動きますねほら、このメカニカルブレーキ、ここですね。そして、このように穴が開いてて、ここからラインが出てきますね。くる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 、うわ、滑らか。こんだけ滑らかな改造、改造で、ね、この動画初めて見る方はちょっとね、前の動画見ていただいたら分かるんですが、改造しました。はい、これ19アンタレスなんですけども、改造、削ることによって、このヤスリですね、ヤスリで削り出しをすることによって、軽量化に成功しまして、そしてさらにその軽量した上に、こちらのペンキやエアデペイント、この鉄にも塗れるっていうね、おそらく鉄にも塗れるようなこの、木とか鉄に塗れる看板とか、こういう強度なペインティングで、もう本当に芸術的な、塗装をしまして、まあ、芸術家の職業もやってるものですから、デザインと機能性を追求したような形になってきます。でシマノのね RAS ですね、はい、こちらがまた強度があってね、強いんですよ。で、ちょっと内部構造見ましょうか。ね。ここオープンになってるんで、こうしまして、初めて開けます、生まれて。あれ。あ、いいで、よかったよかった。開かなかったらどうしようかと思ってね、固まっちゃって、ここね。大丈夫だったね、塗装分。あれ、取れない。あれ。あれ。取れないぞ。腰壊れたか、これ。あ、怖い、あげあげ。ずらすんですね、横に。ちょっと初めて開けたものですから。うわぁ、このメカニカルブレーキがすごい、マグシールド。ここの回転見てください、ここ。全く違います。はい。世界で一番飛距離が出る理由っていうのがですね、ここの内部構造にありますね。このスプル部分とかそういうものが全てが本当に最高級モデルになっていることによって軽量化されてるんですね、スプルの中自体も。だからこの回転が全く違います、普通のリールとは。なので世界一飛距離が出てくるような、19アンタレスですね、はい、これはちょっとやばいな。これもう作り込みが全くものが違いますね、普通のリールとは。持ってるだけでももったいなくて使えないよね、ここまで来たら。使うのが惜しいわ、逆に。逆の考えしたら。これ置いとくだけでも十分。これはすごい、もうこんだけ滑らかなリールないだろうね。で、各ね、いろんな情報、私ね、19アンタレス、これかっこいいでしょ、これ、塗装が。この性能聞いたところが、もうめちゃめちゃやばいらしいんですよ。はい。世界一飛距離が出るっていう。世界一ですよ。だからリールの王様ですわな。結局のところが。具体的にまあちょっと詳しくね、説明もまた後でやろうかなと思うんですけど、ちょっとその前にね、隣にこの伝説の、これわかりますか ?15 メタニウム DC。キーンっていう音がするやつですね。はい、これ15だったか14かよくわかんないんですけど。ちょっと軽く忘れてます。はい。道具に対する愛着がちょっと中途半端ですいません。本当に。本物の道具バザーの方、本当にね、適当でごめんなさい。ほこりかぶっちゃって、これ今ね、1年ぶりに触ってます。これが今、こういう傷ができてるじゃないですか。これは、私がよくね、動画制作始めた頃によく注意されてるんですよ。視聴者の方にね。こういう置き方を、こうやって適当だから俺、こうやってガーンってこうやって置いたりね、
ガーンと置いたり、結構扱いが荒いものですから、ガーンと置いたりして、こう自然に摩擦係数がつきまして、ここに傷がつくんですよ。なので基本的に置くときは傷つかないように、こういうふうにね、きちんとこっち向きで立てかけたり、こう立てかけたりしてやればいいんですが、この傷自体も逆に僕は味があっていいかなというふうに思うんですね。削っちゃおうかな、これも。グーンって。で、誤解してほしくないんですが、私がこのね、メタル MDC なり、これね、19ハンダスとこうヤスリで削ったっていうのは、あくまで実用性。だから見た目だけ、見た目がどうのとかいう、そういう安易な感じでやってないです。はい。基本的にはですね、このヤスリで削ることによって、軽量化を図るんですよね。で、ボディ構成も強度のものがあるものですから、削ったぐらいでは何ともないっていう。多少削ってもこのくり抜きですから強いんですよね、ボディが、ボディ剛性が。なのでちょっと今回はね、これ削るの、まあちょっとみんながふざけてると誤解されてる、怒られちゃうんだよね、みんなに。次回の動画でね、これね、削りまくろうと思います、これヤスリでメタル MDC を、削ることによってオーバーフローされますね、この表面が。で、すごいきらびやかな塗装になって、で、もし万が一そこで、それが、削ったのが気に入らなかったら、こうやって色でホワイトに塗ってしまうっていう、そういう形でもやれるわけですね。ただ、このメタル DC の DC 音っていうのは本当に良かったですよね。自分は P ラインをずっと巻いて、こればっか使ってるんですけど、これしか使ったことないんだけど、P ラインでやってたんだけど、全然これで使えたよ。余裕で。だから全然いいと思うね、P ラインでも。ただみんなフラロとかそういうのを使うのかな、ここはね。でこの19アンタレスの説明をちょっとしていきましょうか。こちら19アンタレスの世界に一つだけのモデルですね。改造19アンタレス、改造19アンタレス世界に一つないこのリールなんですがね、これは世界で一番ルアーが飛ぶベイトリールって言われるんですよ、真面目な話が。でもう軽いしね、そして強度があるっていうところで、ものすごいリールって言われてます、これね。で、ここに関してはね、34ミリのね、マグナムライトスプール3と、DC バビの搭載でね、めちゃめちゃ飛距離が出てる。だから他のベイトリールに比べて、もう圧倒的に飛距離が出ちゃうんですよね、ここね。まあ、投げて最後の伸びがもう全然違う。ものが違います、これはね。で、デザインもかっこいいと。で、これはギア比はね、まあ 6.2 で、最大ドラッグはこれね、5.0kg。ドラッグですね。ドラッグ。で、自重が 220g です。で、スプール寸法はね、径が 34mm で、幅が 19mm。ね、ここのスプール。で、ナイロンの場合で糸巻き量、12ポンドで 100m。14ポンドで 90m。16ポンドで 80m。20ポンドで 65m 巻けるそうです。はい。で、最大巻き上げ長、1回転で66センチ。で、ハンドル長が42ミリ。ベアリングがね、10分の1ですね、ローラーが。はい。で、搭載技術もちょっと軽く説明しておきましょう。これ、マイクロモジュールギア使ってます。はい。世界最高のマイクロモジュールです。マイクロモジュールって何なんだっていうと、ここの、ここの、こうね、回転させた時の組み合わせですね。そこの部分が、マイクロ単位で組み合わさってるんですよ、ギアが。だから自転車のギアをも考えてもらったら分かるんだけど、あんな自転車みたいな大きなギアじゃないんですよ。めちゃくちゃ細かなギアがもうここに入り込んでるから、巻いた時にこの巻いてる感じがもうめちゃくちゃ滑らか、これマイクロモジュールギアっていうんですね。でこれ X シップも搭載してます。でこれ鋼ボディ、この間ヤスリで削ってもなんてことない鋼ボディ使ってると。で、マグナムライトスプールの3も使ってる。で、S3D スプールも使ってますね。さらにはサイレントチューも入ってます。で、SVS アットマークインフィニティ。これも入ってますね。で、エキサイティングドラグサウンド。これも入ってる。で、S の A の ARB。で、スーパーフリーススプール。わかるかな、みんな。早くてわかんないかな。スーパーフリーススプールっていうのも入ってると。で、これ淡水専用で、冷感単重ハンドルなんですよね。冷感鋳造ハンドル。だから、冷たい空間でおそらく鋳造したんじゃないか。だから強度が半端じゃないと。っていう形になってますね。で、これね、19アンダレスのブレーキっていうのはね、SBS インフィニティなんですよ。わかります?皆さん。ちょっと早くして何言ってるか意味わかんないかな?皆さん。ちょっと、初めて動画見た人、リールのこと詳しくない方は、ちょっと何言ってるか意味わかんないかもしれないんですけど、とにかくこれ SBS インフィニティが入り込んでる。
ブレーキが。うん、だから、ね、これ SBS ユニティってのはね、外部ダイヤルで調整ができるわけ。で、遠心ブレーキシステム入ってるわけ。遠心のブレーキですよ。だからめちゃくちゃすごいことになってんだよな。うん、本当にこのブレーキシステムね、うん、SBS のインフィニティ、うん、これ入ってくると、本当に全く違う、異次元になってくるんですね。うん、ということでね、あと何かあるかな、うん、あとこれね、19アンダース、改造19アンダースのすごいところっていうと、バーサタイル性能がすごいっていう。うん、バーサタイルって意味わかる。だから、7グラム、一応ね、メーカーさんが言うには、7グラムから14グラムのね、ウェイトのものを、扱うことができるよっていう。だからライトリグからベイト、重いやつ全部これでいけると。でこれパーミングしやすい形状も追求してる。あとは何があるかな、うん、まあこのモンスタードライブよりちょっと一回り小さくなってるんですよね、これね、うん、モンスト見てくれたらあかんだけど、これアンタル DC モンスタードライブよりもサイズ感ちょっと小さくなってますよね。なんでパーミングしやすいんですよ。でこれだと基本的に僕なんか手大きくない方なんで、これ見て大きすぎるってビッグだからね、手の大きいね、あの外国人の方とか180センチ以上ある人にとってはこれがいいと思うんだけど、ジャパニーズサイズね、うん、ぴったりくるわけ。パーミングがサイズ感まで考えてくれてる。だから正直どっちが偉いすごいっていうね、言いがかりもつけるつもりもないですけども、これがやっぱり最強のインフィニティになってきますね、うん、でここのドラッグがまだすごいんですよ。ここのドラッグ調整でガー入っちゃう、うん、これはいいな。これ世界一の飛距離出ちゃうからな、うん、まあそんな形で、うん、世界一飛ぶ、ね、飛距離が出る19アンタレス、まあすごいなと。もうちょっと道具的な話しておきましょうか、うん、ここにねこれマグナムライトスプール3使ってるんですよ、ここ。なので、マグナムライトスプール3っていうのは、スプール幅のね、ナロー化になってるわけ。うん。だから、スプール幅が、例えばね、ここのね、幅なんですけど、ここからここまでのね、スプール幅。これね、あの、16メタルMGL とかだと、ここ22ミリなんですよ。ニューアンタイス、これ19ミリですから、この幅が。だから、より濃縮されてんの。ナロー化になってるわけ。それをマグナムライトスプール3っていうね、うん、だから本当に回転っていうか無駄がないようなスプール、これこういう風になってます。でここはね、ここのスプール部分もすごくね薄く作ってる。昔よりも半分ぐらい、うん、もう3分の2、3分の1ぐらい削って、ここも薄くて強いっていう、そういう状態になってんだよね、うん、だからトラブルが少ない、うん、まあ、あとこれ、低回線スプール、うん、になってますね。うん。あの、ベイトリールのね、スプールっていうのはね、こう軽くて、スプール幅が狭ければ狭いほど飛距離が伸びるっていう。まあ、これはテコの原理考えてみればわかるんだけど、ここの幅が広ければ広いほど飛距離が落ちると。この幅が狭ければ狭いほど、ぐーんと、一点集中ドーンっていくっていう。そういうふうにね、考えてもらう。うん。で、キャスティング精度も向上されてるっていうね。で、バックラッシュもほとんどしないっていう。バックラッシュ、スティーズもね僕使ってたけども、スティーズねバックラッシュ本当に しづらいと思う。だけどもそれと互角以上なのかもしれない。まだ使ってないからよくわかんないんだけども、うん、ということでね、まあ、知ったかぶり、道具レビューでした。だからねこれ、次回の動画でこれギッタギタにしようと思います、うん、ギッタギタにしてギランギランに光らせて世界に一個だけの形にしようと思います。それでは、はい、ちょっと動画まだ終わらずにね、これあれそのままね、これやろう、うん、これね、青のワールドシャワー昔買ったやつね、4年、3年ぐらい前に買ったやつ、うん、これあんま使ってないかな、このリールは。あ、このリールじゃねえ、このさ、このロッドあんま使ってないけど、これも結構ちょっとね、これ長さが正直短いかな、もうちょっと俺長い方がいい、うん、あと20センチくらい長い方が使いやすい気がする。ちょっと短すぎるな。ボートチョークやるときはね、これ結構、まあ短めでいいかもしれない。ラインをこれちょっと巻きつけていこうか。うん。おお。いろんなリール、いや、いろんなね、ロッド使ってますけどね。なんか、ワールドシャウラーのスピニングタイプ使ってて、結構お気に入りあれ。
使いやすいワールドシャブル。いいですよワールドシャブルね。でラインは FC スナイパーの16ポンド、これ巻こうかな。太いかな、どうだろう、16ポンド太いかな、12ポンドでいいかな。 FC スナイパーのねラインってねめちゃくちゃ強いんですよね。あのね、寝分かりした時とかね、切ろうと思ってもグリ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 伸びちゃって切りづらい、なんかすごい強い。普通のあの例えばこういう安いやつ、安いこういうビールラインあるじゃないですか、こういうね、こういうなんか4号みたいな、こういうのとよりも同じ号数でも全く別物、 FC スパイのスナイパーちょっと逆に強すぎるかなっていう。これだったらね、多分12ポンドぐらいあれば十分だと思う、強度的に。あの根がかりとかもほとんどなんていうのかな、ラインが切りたいけど切れないみたいな感じになるぐらい FC スナイパーは個人的に強いような思いがある、パワーがある感じね、このライン。なので12ポンドでいいのかな、ただ今16しかないんだよな、16ポンド巻いていこう、これはこの中に、この穴の中にこれ入れる。でシールをちょっと自分は使います。このラインが、ね、こう通した後に結びつけることに結構難しいので、自分の、まあ、あくまでオリジナルなんですが、ここに一回シールをこうつけて、こうやってね、でつけてこうやってギュッと軽くつけて、でこうやって一回転してやれば糸を一回転することできるんで、で今度シールは必ず取ってあげると、はい、でこれで一回転してる状況が生まれたので、ここのラインを持って適当に結びつけていくと、はい、でこうやってラインがこのようになったら、まあ適当に自分の場合はこれ結んじゃえばいい。あれ、大丈夫か。こういう感じで。まあこの辺は適当でいいでしょう。みんなどうやってやってんのかな。まあ自分の場合素人なんで、こういう風な感じで。結びつけておけば大丈夫じゃないかな。ね、コマ結びみたいな。できなかった。これで2回、3回でいいかな。3回コマ結びして、でこの状態になったら、うわ切りづらいなこれ、うわ切りづらいなごめんなさい、はい、で軽く切って、おーこう巻いちゃってるよ、はい、こんな感じでこれで巻きつけていけばいいかな、こんな感じでこれを手で持って、あれ巻けない巻けない、なんで巻けない、はい一回転した、あれここのスプールがちょっと異常な感じかな。柔らかい。あ、負けた負けた。うわーでもとろやかだね。巻き感が本当に。滑らか。ちょっと普通じゃないかも。改造19だったりするわ。おー、どんぐらい巻こうかな。いつも巻きすぎるからな。どんぐらい巻こうか。ぐらいかな、まだまだやな、おお気持ちいい、うわなるほど、やっぱりこのマイクロモジュールギアが効いてんだろうね。本当アンタレスってこのモンスタードライブ、これ使ったことないけども、一個もう一個モンスタードライブじゃん、アンタレス持ってて、それは前使ってたアンタレスもうね、巻き感がね一番滑らかなのはねアンタレスだと思う。アンタレスがあのスティーズよりも全然巻いた時の滑らかさはマイクロモジュールギアが、わーヤスリが邪魔、おいおい今巻きながらヤスリでライン削っとったかな、俺傷んでないか大丈夫か、ラインヤスリをラインが巻きながら巻きつけとったかな、微妙に傷んどったら嫌だな、これプツンと切れたりしてとんでもない、オッケーオッケーここもたるませたくないからな、おー、はい、こんぐらい巻いてみたんだけどどうかな、こんぐらいでいいかな、はい、16ポンドだと何メーターだ、さっきなんか言ってたの俺、うん、あんまりこっちで100メーター110
ヤード、100メーター、90メーターぐらい、80メーターぐらい負けたんかな。ちょっとラインが余りました。で、貧乏症なんでね、自分の場合、このラインも取っといて、なんかの時に使えるんじゃないかみたいな、取っといて、使おうかなと思います。で、こういう風に取っとくんだけど、意外に使わないっていうね。うん、ただ、これ貧乏症なんでね、物は大事に。このラインも使えるから、なんかね。うん、ということで、またお会いしましょう。